はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。本日も岸田政権を叩いていこうと思ってたんですけれども、ちょっとねこれもツイッターで面白い小泉進次郎の動画があったんですよ。それを皆さんに共有したいなと。これも結構有名というかね、出回った動画なんです。で、小泉進次郎のポエムトークですよね。詩人のような、何を言ってるか分かんないようなさ、一周回っても分からん、これ何周回ればあなたを理解できるんですかというトークが話題になるじゃないですか。今回もそれを皆さんに共有したいなと思うんですけれども、久しぶりにね小泉進次郎のこのトークを聞いたらさ、やっぱこいつ抜けてんなと思って。でもさ、次期総理誰がいいですかつったらさ、いつもトップ3には入るわけですよ。最近では小池百合子とか入ってきてますけど、河野太郎も強いですよね。で、小泉進次郎は3位とか入るじゃないですか、2位とかさ、常に上位なわけですよ。もうほんと気をつけてほしい。まかり間違ってもさ、この人が総理大臣とかなったらマジで終わるからね。マジで終わると思うし、そもそもこの人が国会議員になってること自体も不思議でしょうがないんです。神奈川県民の皆さん大丈夫ですかと。あまりにも神奈川県民の皆さんゆっくりぼやっとしてませんかと。菅も神奈川県民でしょ。あと河野太郎も神奈川県民でしょ。菅、河野太郎と、小泉進次郎、この3人が常にねトップ10とかトップ5とか入ってるわけですよ、次の総裁。まあ菅さんはちょっと下の方なんですけど、まあ顔は出してるんですよね。神奈川県民の皆さん大丈夫ですかと、頭ぶっ飛んでいませんかというふうに思うんですけれども、今回のこの動画もね非常に面白くて、あんまり面白い言うとさ、ハードル上げることになるから言わない方がいいと思うんですが、まあオチもなかなか面白くて、あ、こう小泉進次郎っぽいなという感じなんですよ。だからね、何も得られない動画にはなってると思うけど、ふふっとほくそ笑んでほしいし、やっぱこいつダメだなと改めてね皆さんが認識していただけたらなと、進次郎ダメだこりゃと思っていただきたいなというふうに思っているので、皆さんに共有したいんですが、これおそらく TikTok かなんかの動画を Twitter に共有してると思うので縦長動画になるんですよ。だからちょっと画面サイズがねこう小さくなるかもしれないんですが、まあそんなに進次郎をアップで見たいですか？見なくていいくないですか？もうなんとなく空気感で喋ってる内容さえ分かればいいでしょうということで、画面小さくなりますけれども、ぜひ最後までご覧ください。多分この中でも使ってる方もいるかもしれませんけど、洗顔のねスクラブ、あれだってマイクロプラスチックでね、だけどあれをセルロースでねできるという技術、そういったイノベーションをさらに後押しをしていこう、こういったことも環境省やってるわけです。その取り組みなどもさらに進めて、これ一個のイノベーションでこの大阪のビジョンというのは達成できるかと言われればできませんから、イノベーションが連鎖を起こして次々にイノベーションを起こして達成できるという、その絵図をどうやって描けるかというのは、まさに国際的な協力も必要だと思いますし、今お名前何でしたっけ？